連邦及びロシア連邦が開発した第三世代主力戦車である。T-72 をベースに大幅に改良して、より高価な T-84 のレベルに近づけた戦車で、1992年にロシア連邦軍が正式採用した。ロシアでの愛称はブラジーミル、ブラジーミルである。一般に T-90 は、 湾岸戦争で著しく低下した T-72 をはじめとするロシア製兵器の評価を挽回し輸出市場拡大による外貨獲得を目的に開発されたモデルであると認識されている。ただし T-90 に相当する戦車の開発は湾岸戦争以前に着手されていた、T。T-64 と T-80 がウクライナに存在する設計局と 工場で製造されていたため、ソ連崩壊により新規車両やメンテナンスパーツ入手が不透明になったことも、開発の動機の一つであると考えられる。1970年代半ば以降、ソ連は T-64、T-72、T-80 と3種類の主力戦車を装備していたが、このうち T-72 が高い信頼性で、部隊から強い支持を集める一方、 t-64、t-80 は盛り込まれた数々の新機軸が災いし、整備に手間がかかっていた。当然のごとく、信頼ある t-72 に t-80 に匹敵する攻撃力を付与して大量装備するべきとの意見が運用側から寄せられ t-72、t-80 の改良作業と並行する形で、 新型戦車の開発が進められ、1989年、開発記号を VAC と188と名付けられた、試作戦車数量が製造された。各種試験の結果は上々であったものの、当時深刻な財政難に直面していたソ連軍は、なかなか正式採用に踏み切らず、湾岸戦争での T-72 の惨敗を受けて、ようやく採用の運びとなった。 その後のソ連崩壊もあって、OVA ク188の採用、装備は一時中に浮いたが、1992年9月に、量産型 OVA ク 188T-90 の最初のロットが、ロールアウト。同年10月に、ロシア陸軍の正式装備と決定されている。量産開始以降は、ニジニたぎるの産業合同、ウラルバゴンザボード、 ウラル車両工場で生産が行われている。手法は 2A46M-151 口径 125mm 滑行法で、T-72 の手法を改良したものにあたる。アップフスズ、相談灯付け翼安定鉄鋼弾、ヒート、対戦車榴弾、HE 榴弾など、現代戦車では、一般的な弾薬のほか T-80 で採用された 9M119M。 レフレークス対戦車ミサイル、NATO コードネームでは AT-11 スナイパーを発射できる。主砲からミサイルを発射できるのは旧東側戦車の特徴で、レフレークスの場合、レーザーを戦車から目標に照射し、その反射を捉えてミサイルを誘導するセミアクティブレーザー方式を採用していい。ミサイルの飛翔速度はマッハ1に達し、射程は 約5000メートル、750から800ミリメートル程度の装甲、近質圧延後半換算を貫通するという。これら弾薬とミサイルは自動装填装置により装填されるため、T-92 装填手は登場していない。装甲などの防御装備も改良されており、積層装甲と新型の爆発反応装甲、コンタクト号を採用している。また、 敵戦闘車両や航空機などの不利や、赤外線監視装置や、赤外線誘導方式の対戦車ミサイルに対し、強力な赤外線を照射して妨害する能力や、敵のレーザー照射を妨害する能力を持ったミサイル警報装置を搭載しており、これらは、チャマイナス -1 から7トーラマイナス -1 防御システムと呼ばれている。初期型の T-90 では、 T-72 系列のエンジンを改良した V-84MS を装備していたが、出力が840馬力で重量46.5トンの T-92 とっては必ずしも満足できるものではなかったため、現在ロシア軍が採用している T-90A では V-92S に1000馬力エンジンに置き換えられている。 T-90 は一両あたり約140万ドルと安価で、性能も優れていることから、他国に対しても積極的な売り込みが行われている。かつてソ連は、モンキーモデルと呼ばれるオリジナルよりも、性能の劣仕様で他国へ兵器を売り込んでいたが、湾岸戦争での失敗もあって、T-90 については、国防上の観点から最先端技術の輸出は行わないにしても、 以前のような、著しい劣化仕様とは見られていない。例えば、インドの T-90 はチャ -1 から7シトーらは装備していないが、エンジン出力などの性能では、ロシア本国仕様を上回っている。ロシアとインドは、2000年10月に戦略的パートナーシップ宣言に調印し、この中で T-90S の約300両、一部は、 回収戦車型の売却とインドでのライセンス生産について合意している。インドの隣国であるパキスタンがウクライナから T-80 度を導入していることから T-90S の導入はこれに対抗する意図があるとみられている。インドの現地生産型 T-90S はアストの愛称で呼ばれることになる。一方で北朝鮮の金正日が2001年8月に ロシアのオムスクにある戦車工場を訪れた際には、ロシアは T-90 の売却を拒否している。このため、北朝鮮では T-62、天馬号、天馬虎をもとに、独自に暴風号、暴風虎という T-90 風の戦車を開発したという報道もあるが、詳細は明らかになっていない。このか、 アルジェリアにも T-90SA が180両輸出される。また、インドからはモロッコに330両の T-90S を輸出する契約が結ばれた。このほかリビア、イラン、シリア、インドネシアに対しても、ロシアやインドとの契約が結ばれたとされる。高性能であるが、あまりに高価な T-80UK の車両が、販売不振であるのに対し、手頃な、 T-90 は順調に輸出が進んでいると言える。このように当初は輸出向けの生産が主であったものの、製造本国であるロシアにおいても、直主力戦車として予定されていた T-95 の開発が中止された一方で、現用の T-80U もコストの高さと装備の複数化の弊害を理由に生産、配備の中止が決定し、 ロシア連邦軍の主力戦車として T-90 の本格的な配備を決定した。今後、ロシア連邦軍は主力戦車を T-72 の改良型と T-90 で揃える方針である。燃費はおおよそ600メートル L と思われる。T-14 用に開発された技術の多くが搭載された T-90MS のアップグレードバージョン。 上記の T-90A に社長用サイトを装備した試作型である同名の T-90M とは別の方。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。